このの作品のコンセプト、大まかなコンセプトってどういういものだったんですか大人が本当に楽しめるお話をっていうのを多様な価値観に、えー、っと正解を出さないあ逆に感情面の方がいろいろコントロールが難しいのでそれが後半にいくとめちゃくちゃシビアになってくる、ねうんででもそこっていうのは楽しみの部分でもあるんで最初は好きなのは喋んなかったんですよね。 皆さん、こんにちは。安本弘樹です。スクリーの作り方、今回はトライアングルストラテジーのプロデューサーである。新井康明さん、そしてメインシナリオライターである。山本直樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いいたします。まず、じゃ、新井さんからちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、えー、スクエニックスの新井です。本作のプロデューサーを務めております。よろしくお願いします。お願いいたします。 続きまして山本さんもお願いいたします。えっとスクウア・エニックスシナリオライターの山本直樹です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ一応ね触れたいと思うんですけれども、まず新井さんがちゃんと上着を着てらっしゃいますね。そうですね。イーストアで絶賛発売中ですのでぜひねこのコジジャケット。これちょっと一回立てるか背中ちょっと一度。あそうそうなんです。背中にキャラのドット絵が描いて。ドット絵ですね。はい描いておりまして素敵なコジジャケット作らせていただいて。気になる方ですね。あるそうです。はい。イーストアの方う見ていただければ。千年から。 <laughs> <laughs> さあというわけでございまして今作品は「正義で向き合うタクティックス RPG」と銘打たれている作品でございますとプレイヤーがシナリオを進める中で突きつけられる選択の数々その制作過程についていろいろお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、お願いします。 まずあの新井さんにじゃ早速お伺いしたいんですけどもこの作品のコンセプト大まかなコンセプトって,いってどういうものだったんですか、ね、はい、コンセプトでいうとあの企画の立ち上げの時にあの大人が本当に楽しめるお話をっていうのをう、まあ、そう会社の提案とかに向けてどういう作品なんだっていうので書いてたんですけど、まあ、今作は HD2D っていうグラフィック表現をあの、はい、使ってましてこれ 前作のオクトパス・トラベラーという作品があの世界的に大変好評いただきまして、はい、このグラフィックスタイルで作品を次どういったものを作るのがふしいのかというのを考えてみたときに我々が作っている a の,のチームは他にも「ブレイブリー・デフォルト」という作品ですとか、はいわゆるスタンダードな JRPG というのを作ってきてまして、うんまあ、JRPG ではないジャンルへのチャレンジというのがあのいいんじゃないかというので。 タクティクスものっていうのをあのチャレンジしてみようというところがまずありましたね。まあ大人という言い方で合ってるかどうかわからないですけど、うん、我々をね大人とするんだとしたらタクティクス系はやっぱ触れてきているんで。うんそうですよね。<laughs> 私もはい。だからまあ具体的な名前はちょっと避けさせていただきますけど、うん、あれかなみたいなワクワク感が。<laughs> <laughs> そうそうですよね。はい。 僕も、ね、オクトパス見た時にこれであれやれたら素敵だろうなってやっぱり思って、ね、お客さんからもそういう声をたくさんいただいてたようでしかもあの、ね、あのドット絵だからこそあの比較的動かしやすかったりもすると思うからの回転だったりとかむし、うんね、ろバックアタックとかそういうあとアンジュレーションとかそこら辺の表現が視覚的にも分かりやすくてあすげえ向いてんだなって思いましたねやってて次はのシナリオのほうの山本さんにもお伺いしたいんですけれども、まあ、漠然と。 なんて言うんですかねど,どこから取りかかるものですかこゲームのシナリオを作るぞって,なったってそうですねもうこれはコンセプトからまず入っているっていうことなんで、はい、まずそういう群像劇であることそして価値観の対立であることっていうのがまずメインになるので、はい、それに従って国とかキャラクターを作っていくというような順番で作られていきました。はい、そうですねあの ちょっと補足であの、まあ、大人向けでそのタクティクスもの出ていう時に、はい、スタンダードな JRPG ではできないシナリオというかお話体験というか劇ですね、うん、あのやっぱりいっぱいキャラクター出ますし、はい、タクティクスものって一方 JRPG ってやっぱりパーティーは仲間は主役たちは固定でダンジョンに潜ってやっぱボスを倒して解決をして世界を平和にっていうか、まあ、まあそういうのがやっぱり一般的にスタンダードな、はい、あのお話のスタイルだろうなっていうところで。 あのそうではないお話をタクティクスもでは描けるんじゃないかっていうので,ううでの大人向けのお話を軍造劇戦記軍造劇でっていうので、はい、タククティクスを選んだっていうのありま,す、ね、まああのー、んた,ただの完全跳躍じゃないって話しましたけどでも利権とか国というものがやっぱり一つのテーマになってくるとあの己の個人のパッションだけだとどうにもならないものとかがしかも己の立場とかが主この主人公だってね最初。 まだ一子かだったら当初になるみたいなので立場が変われば苦渋の選択っていうのも当然いっぱい突きつけてられてくるしそういうところで俺あの天んシステムっていうのは面白いなと思ってあまあ何だろう 誰かが泣きを見るっちゃ泣きを見るんですけど、あのあの民主主義というかあの多数決というか。でもそれでもなんか一応説得するムーブがあるとかそういうところとかは俺面白いなと思いましたし、うん、まあそういう選択とかボロボロ込みで大人が楽しめるってことなんですかね。そうそうですね。はいあのー、まあ価値観、まあ今作三つの信念、まあベネフィット、モラル、フリーダムっていうのを定めて、その信念から正義と 向き合うアプローチするっていうようなことを、まあ、最初に、あのー、コ,コンセプトというかコアゲームのコアのコンセプトとして据えたんですけど、うん、まあ大人向けってところでやっぱり、あのー、自分ごととしてあのゲームと向き合えるというか、あのー、もちろんファンタジー世界の、あのー、フィクションのお話ではあるんですけど、うん、まあ大人の感傷に耐えるうるものっていうところでいうとやっぱりリアリティラインある程度上げないといけないですしで、まあ、大人にちゃんとなんですかね まあ、繰り返し自分事と,としてあのくだらないものじゃないあの見る価値のあるかいのあるものっていうものにあのお話をしたいなっていうのがあって、はい、あの3つの価値観っていうので正義と向き合うっていうのを、はい、メッセージングとしてもあのプロモーションなんかで打ち出ししていきましたねこれも難しいのがモーラルベルフィットフリーダムこの3つの価値観でこれがひと、まあ、なんだろうテーマになってるキャラというかまあ似、まあ、たりもするけども、うんまあ、この3つの言葉ですら あの個人的な解釈で各々みんな違うわけじゃないですか。そうなんですね。そこら辺っていうのは作っていく段階でスタッフ間とかでもうまくいけたもんですから、山、うん、って来よみたいなのもあったりもしたんですかそうですね。山本さんどうですか。そうですね。ここら辺はその本当に多様なえっ、ー、と価値観、あ一つの言葉の定義とってもそれぞれあるでそれを、うん、あむしろそれをそのえっ、ー、と出していこうっていうのがまあ一つの<ー>はい。 余白みたいなでもちろん定義づけとしてはあのそれこそいろんな、えー、と思想書とか、うん、えとそういう、えー、現代の,その実用書的なもの、うん、ビジネス書みたいなものであるようなものから、はあ、いろんなものを参考にはしたんですけども、うん、まあ あのそししてて定義づけも、はい、もちろんしていますただやっぱり本質はそれが多様であるよということで、うん、どれも正解ではないですよというところなので、うん、あの結論としてはその多様な価値観に、えー、と正解を出さないというようなところが一つの一番難しいですよねモラルだって人それぞれだしフリーダムだって行き過ぎたらちょっとお前のそのフリーダムは違くね、はい、みたいなのがあったりもするのでな、はいはい、なるほどなるほほどどちなみに新井さん山本さん、えーと その三つの価値観だとしたら、ご自身の主義主張に一番近しいのはどれだと思いますか。どうですかね。プロデューサーとしてはやっぱ売らないといけないので、ベネフィットですかね。ね <laughs> そこも難しいところですよね。<laughs> そうですね。はい。モラルでありたいと思いますそうそうそう。私はえっとそうですね、結構普通にべき論の人なので、個人的にはモラルよりなんですけども。うん あのプレイヤーさんのメリットとかを考えると好利ですし、えー、とライターとしてはフリーダムな考え方がないと、うん、エンターテイメントにならないので、はい、なかなかそこら辺を合わせて、はい、苦労していくところだと、はい、ただこういう価値観は人の世の中にすべてあるものなので、うんはい、そこら辺で、えー、といろんなことをプレイヤーさんが考えて、えー、と苦労していただくということが一つの作品の狙いいになっていますだとしたらどんぴしゃでもうな一本道ロールプレイングじゃないじゃないですか。 選択っていうのが本当に重要になってくるしその選択には常に苦渋がつきまとってくるし悲しみだったりももしかしたら絶望もあるかもしれないしっていうのをマジで繰り返さなければこの話は進んでいかないからそこは何でなんだっていうのを飲み込めない、まあ、それこそ子供って言い方嫌なんですけど若い子ど うん、ノーだったら結構耐えられないところもあるかもしれないけど大人だからこそ、うあそうだよな、ね、くそうってのはありますそうですねその楽しみは実際そう,<の>そういうところから生まれてる気がしますねドイツが言ってることも正しく見えるっていうラインまであの、はい、ライター陣山本さんとは中心に頑張っていただいたって感じですね一本道ロープレーはそれが絶対ないからうんなるほどと思いながら、しかもそれを多数決で決めるうん納得してないやつもいる、でも行くぞみたいな、ね、<laughs> あの、そう、矢澤さん おっしゃっていただいたただ投票天秤システムってこれユニークだと僕らも思っているんですけどで喜んで頂い,いてよかったなと思っているんですけどこれあのプレイヤーの思いい通りに行かない時があるんですよねでそうなった時にして聞かなないすそう,そうなんです説得ができるんですけどあの仲間のキャラクターをそういった時にやっぱりそれでも納得して楽しんで頂けないといけないなっていうのを思っていてまあでもしょうがないなっていう今まさにおっしゃったような大人の。 悩みってです、ね、苦しみ決断に向けてのっていうところを、はい、描けていたらよかったなと思うんですけど、はい、いやでもね皆さんもねこういう今の僕の選択のなんだろうやったら分かるんですけどうんっていうのが楽しいんですよのの <laughs> ぜひこれを皆さんにも遊んでいただきたいんですがさあそんなユーザーの皆さんからの質問も来ています、えー、さんより発売おめでとうございます。 ゲームタイトルの略称があれば教えてほしいです。これチーム内でなんか略称みたいなのってあったりしますか。そうですね。トライアングルストラテジーなんであのトラストかななんていう話を、はい、あのまあうちも朝のとかとか話してはい、はい、あの言ってたりはしますね、まあ。そこってのは狙ってですか。 たまたまそうなったあタイトルはいろいろ議論を経てあのいろんな方のご意見聞いてこれだって決めたんですけどあのまあ偶然あれトラスト略すとトラストにもなるなトラスト信頼信用うん、ね、なるほどみたいなやっぱそこも考えつつなんですね。 偶然かもしれないですけどね。まああの最終的に決めたのは浅野さんなんです。アサノさんだってそういうこと、ブレイブリー・デフォルトだってあのフライングフェアリーか FF ってのがついてるしで、そうですね。なんかいろいろ仕込んでくるイメージがあるんですよ。あの,あそのさサノチームの作品のファンの方にはやっぱり期待そういうのあるのかななんていう、うん、はいお声もきっとあるだろうっていうのも多分頭にあったで<も>。もいで,すでもトラストで信頼っていうのは。 ある気がしますねいそれでやっていただければね皆さんわかると思うんですけどそのね基本的にはおのの正義だからおののの主張だったりとかいうところがこのゲームの根幹にね まあ各国という言い方をあえてさせていただきますけどなんですけどその中でまあ今このユーザーからの質問でも来てるんですけど塩と鉄まあねあの塩が出る国鉄がある国とかそういうところもありましたけどもえこの塩と鉄のモチーフが象徴的ということでちょっとこんなメールが来ております。ちゃんさんさから えー、塩がノゼリアにおいて重要な立ち位置を持っており、えー、魔法に強く結びつくアイテムの役割すら果たしています。そうですね。そのポジションをクリスタルもしくは未知の鉱物などにしても矛盾はなかったかと思いますが、なぜ塩をキーアイテムとして選んだのでしょうかと。うん、こ,こ,これはリアリティですか。そうですね。リアリティなのを混ぜ上げるっていうところで、あのー、人間の争いを 描くまあ人間ドラマ群像劇みたいな大人向けにっていうところであのなるべくやっぱで人間争いの元設定として一番説明が少ないかなって思ったのがファンタジーの世界観として塩と鉄かなっていうどっちも重要だなっていうに人間が欲しいものだな必要なものだなってところではい定めて。

だからやはりあの魔法アイテムとかの話になってしまうとどうしてもそれが一体どういう存在なのかというところを描く物語になっていってしまうので中心軸としてそういう必須のものこれはもういるだろうというようなものっていうのを置いてそれをまつわる人間たちのお話ということにフォーカスするために塩とか鉄とか分かりやすいモチーフを用いたと明いらあります。 日本では塩とかはすごく身近なものではあるので、うん、そこに対するプレイヤーさんの,その予測というか期待というかそういうものもうまく使いたいと思って仕掛けているところもありますもう1個ちょっとこちらのメールを読みますね、うん、モグさんより「えー、塩と鉄」というテーマは我々人間史でも実際にあったかもしれない現実味のあるものだと思いましたまさにね今そのお話させていただきましたが。 そうした世界観での魔法というファンタジー要素の扱いで気をつけたこと、特に主張したいことがあれば教えていただきたいです。確かにこの使用と手だけれどもやっぱりね、剣と魔法のファンタジー的なファクターも当然このゲームにはあるわけで、それを結びつけていくというのは結構難航とかしましたか。 そうですねここら辺はやはり一つにはまあ大きく戦闘の華やかさというかやっぱファンタジーものとしてまずその期待されるものとして魔法というものがあるんですがやはり現実的な世界である必要はあるので魔法は万能ではないですよというような扱いにはしていてシナリオ面ではえともちろんその後半ではいろいろ関わってくるんですけどもあんまりその大きなえとガジェットとして使わないというか。 そういういいところは気をつけています一応この世界において魔法というのは一つの学問のようなものであって特殊なものではあるんですけども、まあえー、と何でもできるものではない、はいえー、そういう面では、えーとまあ、例えば天候を操るような、はい、キャラとかもいたりするんですけどもそれによって潮を,を生み出せたりとか、えー、と社会を変革できるような力ではないというようなところでえー リリアリティを出すほ他にもねその鉄から結びつく機械的なやつとかも、まあ、それも当然万能ではないし、はい、あじゃあ一丁一短まあでもそれも,もう国これ3つの、まあ、もう国でいいか三、はい、つの国自体が万能じゃないですもんね,そうですねみんなが一丁一短だからこそ欲しがっちゃうっていうのが今回にあるし。はいはいはい そこにまつわる人たちにもそういうところがちょっとあるみたいなところなんですねその力として資源であったり、うん、技術であったり魔法であったりというものを各国が持っているという形になっていますまあそれを共同掘積んでねうまくいけばよかったですけどね本当 <laughs> <laughs> さあ分岐するシナリオ政策についてちょっといろいろお伺いしていきたいと思うんですけどもまあこれはとんでもない分量があって いきなり最初から先ほど言った天秤っていうので選択してこういろいろ動いていくんですけども、シナリオが。これを作るというのは大変ですよね。大変でしたかって台本には書いてあるけど大変に決まってるんですよ。<laughs> 大変でしたね、山本 <laughs>、ね、さん。<laughs> <laughs> ご苦労いっぱいかけたと思います、ねいやいやいや。これはもうどう作っていくもんなんですかね。 の作り方としては、大まかに流れがあるのか、それとも。こここうしてみようか、じゃあ、こういう話ができてか、ら次こうしてみようかっていうふうに。広げていくのか、それとも先に着地点だけあったのか。あのー、作りの話、裏話をしちゃうと。あの、最初は原作を作ってみようなんてアプローチもしてみたんです。へえ<ー>。読み物として、はい、話として。小説みたいないそ。そうですね。うんうん、の、まあ、戦記の話をどうゲーム的に置いていくかっていうのができれば。 考えたんですけどやっぱりゲームに落とし込まないとそ,のそれがいいか悪いかっていうのが正しいかどうかっていうのがやっぱり判断できないなっていうのにやっぱり至りましてあの見直しましてアートディンクさんとあのまずゲームの構造プロットをまずやっぱり定めてどれぐらいの分岐構造があってどういう風にすればあの着地できるかっていうところをまずやっぱり先に決めて、うん、そ,そこからですねどう分岐するのかな何を議題にしてっていうようなところ。はい 大分は最初に決めまししたねゲームの企画としてなるほど、はい、ちょっとでもじゃあそこが分かりやすく説明できるようにちょっとあの体験版これは体験版でもあったやつなんでもう多少のネタバレは勘弁してくださいちょっと7章のお話をちょっとさせていただきたいんですがエスフロスト軍にグリーンブルコートが制圧され主人公はロラン王子と共とに自身の領地に帰還するがエス,フロストエスフロストは王子の身柄を要求。 主人公は王子を引き渡すか王子を守り自身の領地を戦場にするか選択に迫られますというのが7章なんですけど、まあ、戦う渡す渡さないによっていろんなことが変わっていくんですけどもここでもし戦わないを選択すると得られる情報と得られない情報があるということですよね基本的には、えー、と分岐でも無限に分岐するわけではなくて、はい、提灯型というようなどっかで合流ポイントに戻ってくるような構造をとっているんです。 なので、えー、と体験としては別のものにはなるんですけども、うん、合流した時に破綻したり矛盾が生じないような、えー、工夫というものを各所に仕込むということがそれは大変そうこまごまと本当にちょっとしたセリフとかでもやはりあの後ろで、えー「それ聞いてないよ」とか「こいつ誰だよ」みたいにならないようにうん、うん、ちゃんとその把握していること情報として、えー、主人公たちが把握していることが整合するように、えー、コントロール、えー、気をつけてセリフとか。 をあの作っていますさらにイベントなんかでも、えー、と細々とそれに対応してえっ、ー、と同じように見えるイベントでもちょっとずつ違うような形で整合をとっていただいていますあ,あ今これはもう完全に資料ですね今画面に資料が出てますがす、ね、選択肢でこう,こういうふうにエクセルで作っていくんですね当番組はよくエクセルが出てくるな <laughs> でもまあだからそのいやロランを渡す渡さないで渡さないことによって己の領地が戦場になってしまうでもそう戦場になることによって実はここんな仕掛けがあったんだぜっていうのを知ることができると、はい、でもロランを渡してしまったら戦場にならないか代わりにそこにそんな仕掛けがあるということを知らずに話が進んでいってしまうではいでもそれをどっかで知らなければならないのをうまく後でこうフォローするとそ,す、ね、それ用の追加イベントというのがあってそれがその場合はそれが 追加で発生するというような形がはいたくさん作られています。ここもあの体験版の段階でウソスキズとかとかしないですけど、ここもめちゃくちゃ空城の決断なんですよ。<laughs> そうですね。前半のハイライトですね。うん、これもねやっていただけるといろんなことがわかる。まあ戦わないを選択するとロランが離脱。うん、プレイヤーにとっては戦闘キャラが一人離脱することになります。うん、ここは本当に困ります。<laughs> すね、割とちゃんと毎回戦闘に出てるから育ってるし。 バラ企画的,的にはやっぱりその決断したことの重さっていうのをちゃんと描かないといけないだろうなっていうのでまあ抜けないでしょうどうせ助かるでしょうっていうものはなんか大人向けとしてふさわしくないのかなっていうところであのはいあの抜けるよねっていう <laughs>。 のはありきでバランスとかもあのアトディンクさん企画の方にも取っていたただきましたねでも抜けることによってあのそれこそだって純粋にこちらの戦力はマイナスになるんじゃないですか、はいはい、でもシナリオは進んでいくわけじゃないですか、はい、これはあバトルの面でのバランスも取るのが結構厄介じゃないですかだいぶだって一人抜けるだけでも違うからそこもやっぱバランスは取りに行ったんですかやっぱそ,そうですねね取っていいたただきました、ね、はい 大変だったと思うしあとまあキャラが一人抜けたら当然セリフをしゃべるやつが一人いなくなるわけですから、はい、シナリオ面も大変だったりするんですけどそうですねただやっぱりこの、えっと、シナリオので描く目的というのが、はい、この分岐するプレイヤーがそれを選ぶという体験が一番キーポイントでうん、うん、そこにフォーカスするためのゲームシナリオなのでむしろそれを達成すること自体がまあ目的となっているところだと思います<ー>、はい。ゲームシナリオの特性だと思っているんですけど 物語だと気象天結になるところの、はい、えの天の部分というのが基本的にはプレイヤーが操作する、プレイヤーが例えば選択する、戦闘するということによって果たされるっていうのがえっ、ー、とゲームシナリの特性だと思っているんですね。はい、なのでそこに集約するために物語を作り、でそのプレイヤーの戦闘なり、えー、操作なりの結果としての結というものが存在するっていうような形が、えー、目指すところではあるので。 はい、でそ,のそれでロランがいない場合はこういうふうになりますよいた場合はこういうふうになりますよというような部分を、えっと、今回今作は特にそれが分岐なだけでなくどちらもその一理あるどちらもそのメリットデメリットあるよというような形に進めていくというのがあの一つの,あの、まあ、制約というか目的でもあるので、はい、そこら辺はその確かにいろいろ特殊な状況にはなってしまうんですけども。はい むしろそここの差分をを最大限ににするたために工夫を重ねたところです,そうです、ね、先ほどだっておっしゃってた1人を犠牲にするか5人を犠牲にするかみたいなのがまさにこれじゃないですか。うん、だって領地が戦火に確実に飲まれてしまうわけだから一、ね、つの選択をすると、うん、そういうのがやっぱりいっぱいその選択っていうのはしていかなきゃいけないっていうのは本当にまあ辛いけどもそれを乗り越えていくっていうのが。 こののゲームのでも醍醐味な気もするから、うん、そういうところで各々変わっていくつ,つ,つどつど変わっていくシナリオっていうのを山本さんたちがじゃあシナリオ体験は山本さん頑張ってもらってゲーム体験はアートデンクさんに頑張って頂い,いてロランを差し出さないっていう判断をしたら、うん、寮内で家を焼いてまで勝つっていうバランスにしていただいたんですけど、うん、焼かないで勝つこともできたりはするんですね。はいはいはい らめちやく,、ね、くと簡単になるんです簡単に言うと、うん。っていうのもプレイヤーさん次第っていうか決断に対してどうプレイインタラクトしていくかっていうので、はい、のそういう意味でベリーイージーモードはありがたいと思いましたねあそそうですね <laughs>、はい。お話を楽しみたい方にはあの、はい、あの安心して遊んでいただける <laughs> あの難易度も用意してますんで。はい 1個の選択で絶対こっちに進みたいけど戦力的に厳しい時でもねそっちのお話楽しむことがあれはできたりもするから、うん、そういう意味では遊び方のレンジが難易度でこんなに変わるんだっていうのはちょっと面白いなと思いましたねノーマルだと絶対勝てないみたいなのもあったりもするから <laughs> 難しいですよね、はいうん、ぜひねそこら辺も皆さんに遊んでいただきたいなと思いますが、うん、大人向けとしてはいその辺は歯応えとして、はい、捉えていただけるといいかなと思います、うん、じゃあちょっともう1個おメールいきますね、えー、羽田さん え3つの価値観の中で選択肢によって物語が変わっていくことが多いなとプレイ時に感じましたがえ整合性を取るるたためめめににシナリオ制作時ああらかかじめ決めていた部分はありますかとなるほど、まあ、この、ね、先ほど言いましたけど3つのまあ主義みたいなものがあります価値観がありますその中でまあ物語が変わっていくと思うわけですがあらかじめもここはこっち側に行くんだっていう大まかな部分はあったりもするんですかねやっぱり。う えと分岐場面においてはえとむしろ綺麗に分かれてほしいと願って作っているのであのむしろ偏ってしまってはいけないというのが一つのコンセプトです。あのど,どちらにものというのがねしいなのでむしろ正解はないというでどれにいってもそのまあただロジックとしては一理あるので集合はできるであろうと。はい、もちろん感情面、 逆に感情面の方がいろいろコントロールが難しいのでロジックとしては、えー、と一理あれば戻ってこれるんですけど感情面の部分はそうならない場合が多いのでそこら辺であのキャラクターたちの,その感情の強さ出し方みたいな部分をあんまり強く出しすぎるとまずいところもあり、うん、あのその言い方とか、えー、と表現の仕方を工夫してバランスを取るような形としています序盤はそこまでまだ大変な選択ではないけど例えばでも。 一番最初の方なんてどっちかの国行かなきゃいけないよっていうこの簡単な選択肢だけどよくよくあのみんなには行きたい場所っていうかきれいに最初半分ずつに分かれてて、うん、これはじゃあどっちかを説得せねばならんなっていうのの時にああ嫁があっちに行くのを嫌がっているとかそこをでも自分の感情論としてあのその前に聞いた情報でなんかいろんなやつがいるらしいなんか捕まったやつがいるらしいけど、うん、あいつ気になんなあっち行きていなとか、うん。 利を取るかその人の気持ちを取るかとかいろんなところでの選択というのがどんどんあるんですけどそれが後半に行くとめちゃくちゃシビアになってくるんですよねうん、うん、でもそこというのは楽しみの部分でもあるんでぜひ皆様んも遊んでいただきたいなと思いますと、うん、じゃあ次の目でルいきますね、えー、これはカルチョスさんウォルフォート寮の今後が決まってしまうので体験版でどちらの選択肢も体験したときにかなり衝撃を受けましたとそうですねこれの話の話ですね またロラン王女を差し出してしまうとセレナーとフレデリカの中がそうですね <laughs> 契約になりそうです生活に差し障りが出そうな雰囲気を感じたので製品ましあ人を差し出すこととかに関してねフレデリカちゃんはやめようとそんな犠牲になっていい人なんかいないよということでございましたからでもセレナーは選択をしなければいけないしロランはロランでまあまあ腹くくってましたからねでそうこれ差し出さない方がいいに 決まってるってやっぱりプレイヤー感情的には思っちゃうんでまずその当人にやっぱり「いや俺は出るっていう差し出してくれ」ってまずそこは言わせないといけないねなんていうのはあのずいぶん議論してどういう議論がをすべきかどういう意見にすべきかっていうのをはいずいぶん議論した記憶がありますねまあそれぞれあの子供ではなくて大人でしかも立場のあるキャラクターたちになっているのでやっぱりそういうその 理屈としての一面と感情としての一面というところでやっぱりそ,れなりのそれぞれの主張をしてくるというところで、はい、あのプレイヤーさんももちろんその「フレデリカ」と「セレナの関係とかこうそういう情緒の面で感情移入してもらえるでだけど出さないとまずいというようなところで悩んでいただくというようなところがそうし,してほしかったところなので、はい、まさにこういうリアクションをいただけると <laughs> ありがたいなと思います。うん こういういいいのがいっぱいあるんですよ、あの人差本当に意地悪な意地悪な作り方なんですけどむしろそうやって作品世界に入ってこう悩んで決断してもらいたいその先にこういう風になりますよっていうところを繰り返していく物語なので、うんうん。よく我々が今まで触れてきたシンプルなロールプレイングゲームだといや誰も差し出せない戦うぞっていう。 ので進んでいくのがあるけど、このコアで戦うぞを選ぶとだがわしらの後ろには領民がおるっていうノ <laughs> <laughs> もついてくるじゃないですか。はい、どっちも正解に見えるし、うん、どっちも、うん、丸く見えるみた、はいな、はい、とこですね。ぜひ、ね、その選択っていうのを皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います。 さてててシナリオ制作についいいいお聞きしていきしたいと思います、えー、登場人物の描写も重要な要素だと思いますが、えー、主要人物3人がものこれ主人公ではない3人ですね <laughs>、えー、主要人物3人が物語の展開の限りになると思いますがどのような経緯で誕生したんでしょうか先ほど「モーラル・ベネフィット・フリーダム」こちらのキーワードをおっしゃってましたがうんうん、うん、そうですね、あのー、やっぱりそこもこの3つの信念価値観っていうのがまずあって。 それを象徴するキャラクターっていうのはどういうキャラクターがふさわしいんだろうかっていうのからはいとっかかっていったような気がしますねであのまあモラルはまずロランが象徴して、うん、まあこれはあの親の仇は打たなければならないっていうのは、うん、まあモラルってその人道的なんていうか道徳的に捉えたら正しいよねっていうなのがモラル的なアプローチとして捉えてるんですけど、うん、まあそれはそうだろうなって思ってもらえるキャラクター因果のあるキャラクターですね。うんうん ベネフィッっていうのはベネディクトさんっていう軍師のキャラクターがいるんですけど結構ガイド的な参謀というか中心キャラクターなんで理を解くというか賢い聡い人っていうかっていうので据えていてフリーダムっていうのはフレデリカですね最終的にはちょっと特殊な地筋の民族のキャラクターなのでそういったキャラクターをどう すすすべきかというところにお話が行ったりするんですけどその3つのキャラクターのストーリーラインというかっていうのを複雑にこう分岐なども含めて絡ませてあのなんとかプレイヤーならではの,あのプレイングによる異なるシナリオ体験っていう言い方をちょっとしてたんですけどあのどういう結末に行くのかあなたの正義はどこに向かうのかっていうようなことを、はい、体験としてできればっていうので。 でも,でもこの言葉で「モラル」「ベネフィット」「フリーダムね」ねロランベネディクト「フレデリカ」にこう象徴されるというところがあるっておっしゃってますけどかといってロランが <laughs> そのモラル一辺倒というかではなくてちゃんと聞き分けもあったりとか人としてもっと依然、ね、先ほどちょっと出ましたが余白みたいなところもあるから凝り固まってないからこそこっちも悩むみたいなのもあるしでベネディクトの、ね「ベネフィット」利益ですけれどもと,とても相応だけじゃないじゃないですか彼は人としてもちゃんと優れた人間だから当然優しさとかもあるから。 本当はこうだけどなみたいなのの絶対そうみたいなことを誰も言わないフレデリカもとてもフリーダムじじゃゃないそれでもまあそれでもあえてそう言わってるっていうのはまあ意味があるんですけども心を余白の部分がこう重なり合うからマジ何選んでいいかわかんないですね。 やっぱりあの3つの価値観、きれいに分けられるものじゃなくて、重なっている方が普通なので、うんうん、で選択のシーンなんかでも、他のキャラクターたちにその面をその補足させたりとか、うんうん、プレイヤーが考えていることを代弁させたりとか、そういうところでバランスを取って、人間らしさというものに目指して,作っていっそうしたら、僕はもう、<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> そして、もう一個いきましょう。え、主人公セレノアは、さまざまな価値観が攻め合う中心に。で、え、プレイヤーが自身を投影できるような人物であるべきだと思いますが。主人公を作る過程で苦労とかなさったことはありますか、このセレノア君を作るにあたって。ありましたね。最初はセレノアは喋んなかったんですよね。そうですね。ほとんどアバターに近いキャラクターで。ーやはり選択を行うキャラクターなので、はい、まあ、プレイヤーの代弁者である必要があったので。はい、当初は、あの、かなりアバター。 アバタターーしてたたキャラクだっんです結構そういうロールプレイングゲームもありますこうリアクションだけで表現する主人公みたいなそっち系だったということでただやはりある程度完成した時点でどうも感情移入できないというようなところが強くなってきてそれで浅野さんからの大号令が出ましてとこれは主人公にやっぱり感情移入うまくしてもらえないと物語自体が成立しないということで。はい ちょっとそこら辺でそのセレノアの見直しというか、うん、考え方を見直しまして、えー、とまただアバター的なこと天秤には向かっていってくれないといけないし、うん、あらゆるルートに対応してくれないといけないのでじゃあどういう主人公であるべきなんだというところをあのいろいろ考えた結果、まあ、本当にセレノアというのはそういう、えー、と誠実な男性ですよと、うん、で理性と感情もちゃんと理解していながら、まあ、悪事であってもたとえそれがその、えー、道徳的に 正しくないとされるようなことであっても、まあ、誠実に向き合うような領主として正しくあろうとする男性というようなところを一つの人物像として作って一回その書かれていたものをリライトしたという形がありますなるほど結構あのでもそのもちろんあのお話としてのセレナガ君という大まかなところはあるんですけどちょっとした選択肢とかで、はい、あのちょっと不良みたいなこともできるし。<laughs> そうですね、はい あの軽口叩いたりすることもできるから、はい、そういう意味でキャラ付けっていうのは結構プレイヤー側に委ねられてる気もしてそうですねはいだから半分一色この色っていうのがないのが俺はすごく主人公っぽいなと逆に思ったんですよね、はい、やはりそこら辺は完全な、えー、ともちろんセレナという明確な人物像はあるんですけども、はい、やっぱり1.5人称というかプレイヤーが半分入っているあの説得の時なんかはプレイヤーさんは多分その。 セレノアのつもりというか、はい、もしくは自分が介入しているつもりでやっていただいていると思うので、うん、そういうところはあります。でセレノアの中にも都市相応の,その、まあ、ある意味それはセレノア3つの価値観を持っていて、まあ、軽口を聞,く聞いたりするところはフリーダムな面だったりとか、うん、でちゃんと漁師としてのぜあの メリットデメリットを判断できる意味では行為ですし、うん、あのもちろんロランとかの気持ちが十分分かってそう自分もそうありたい正しい領主でありたいと思っているようなモラルも持っていると、うん、でこの3つが揃っていてでどれに重きを置くかというところが変わってくるでそれによって決断が変化しているというようなキャラ像を、うん、あのイメージして,作っていますなるほどでもそれだからこそ俺喋らせてよかったと思いますけどねとっても。はい なんか生々しくなった気がし、ねはい、ぱキャラクター同士の会話っていうのもキャッチボールができるようになっているから僕はそれはととても素敵だなと思いましたね,そうですね冒頭、6話がこのゲームの構造的には舞台設定というか的なポジションですねどういう世界で、どういうい主要人物たちがいてどう争ってどういう思惑を持っているのかっていうのをやっぱりある程度理解した上でお話展開して分岐していかないとどっちでもいいになっちゃうんですよね分からないから。 ハイサンドに行くかエスフロストに行くかって最初分からないどっちでもいい分かんないと思う、うん、どっちも楽しそうだしぐらいな感じになっちゃうと思うんですよね嫌なやついるから逆にあっち行こう, <laughs> そ,うそうですねあれ全然いいと思うんですけど。うん、っていうところのもう一つにあのその舞台設定と並行してやらなきゃいけないやっぱり主人公をちゃんと好きになってもらわないといけないっていうのがあってそこがまあ最初のちょっと喋らない主人公だとうまく、うん、あの好きになれないっていうところもあってあとはそのどういう人物なんだろうこの世界においてっていうのがやっぱりあの掴みづらいっていうのもあって。 うん、そういういので、役職をちゃんと定めてちゃんと自分の言葉をしゃべるキャラクターになってであの小、ー、野さんにもとても素晴らしい演技をだいて、あのーはい、とても素晴らしい主人公になったかなというふうに今ねあのお話になりましたがボーイズ収録でご苦労なさった点とかキャラクターの数が結構いるから大変そうではありますが。そう そうですね、まず台本フルボイスに今回メインストーリーをしたので,で、ね、結構びっくりしましまたねあのそれすなわちシナリオをフィックスしないといけないんですよね全セリフを、はい、収録の前に当然そうなんですけど<う>なんで、あので、ー、シナリオ班はそこに向けてまずなんとか仕上げないと <laughs> メインストーリーだけでもはとても大変だったかなというふうに思いますね。スケジュール切っっっちゃったして <laughs> そ,そうですねはい その直前でその認識を合わせるためにあの収録担当者とか改めてあの全部シナリオが通ったところで再チェックを行ったんですけどもまあそこら辺もその膨大な数の確認事項が出て。 <と>はい、さらに修正もあったりもももしますもんねちろんつどつどやってはいるので、うん、あの確認はできてはいるはずなんですけどもやっぱり複数人で書いたところとか、うん、あとやっぱりその他の収録担当の目から見るとこの意図ってどっちだろうみたいな確認が、うん、あのもちろんこれはあの事前にはど,どの,あの作品でも行うことではあるんですけども改めて通して分岐も含めてな名、えー、直してみてでいろんな意見があの出て、えー、修正というよりか、まあ、確認事項がほとんどだったんですけども、うん、まあ本当に。 膨大な数が出まして、ね,ね、それを納期までに全部確認取らなければいけないというところで、うん、はい、あの大分苦労しましたが、うん、はい、なんとか間に合ったで大丈夫ですよね、うん。まあはい、出てます。はい。<laughs> はい。はい。まあキャラクターもいっぱいいるから確かに大変でしょうし、うん、テニオ派がね。 ちょっとと違うとか、そうですね、あと「ととかかだだよ、なんとかだよ、ああ夜が続いちゃった」とか、うん、<laughs> そういうあの、ま、割と収録の時なんて気づかないのとかもあったりしますもんねでもそういうのの修正とかも、ね、いっぱいやってくださったんだと思います。今日の収録の段階では発売から2週間ほど経過しましたが、えー、これは有座荒さに伺おうかなユーザーの反応の方はいかがでしょうかはい、おかげさまでとても、はい、好評を頂い,いて、うんはい、多くの方に遊んで頂い,いてるかなというふうに思います。 あの特に僕らもあの気にしていてお声が上がってるのも認識してるんですけどやっぱり今回大人が楽しめるお話をっていうのであのお話にやっぱり力を入れて頑張ったところもあるんですね当然あのタクティクス RPG としてバトルもあの楽しんでいただく部分なんですけどであのやっぱりさっきお話しした冒頭の世界設定あの今回新しい新規 IP といいますかあのシリーズものではないものなので。あの どういうい世界でっていうところをやっぱり言葉をある程度尽くさないといけなかったっていうのがあって平戸家と前半お話長いなっていうふうにはあの思ってたんですけどまま <laughs> まああでそれを声も上がっているのは認識してましてでもそれでも楽しんでそのお話を楽しんでいただけているっていうのはとてもあの僕はあのシナリオ担当としてはあの安心してよかったなというふうに思ってたんです、ね。よねねううそ,うそ,うそうなんです ただ一方であの…大人向けとしてじゃあ誰と戦えるんだろうあの今回あの人間と人間の戦いドラマ「はい、戦記群像劇」っていうのでうん、うん、モンスターとかが出せればあの戦えるんですけどののに行けばいいでですすかねそう,そうなんですよ、ね、<laughs> あの出さないって決めてたので、はい、誰戦う相手を作るのにも前半は苦労したんですよね前半6話までは平和ですからそうですね、うん、戦争起こってないので。はい っていうのにも、はい、苦労などあってっていうのがあったんですけど。はい。ああ、でも。あそこの、まあ、長めのプロローグですけど。がないと。何を掲げているかがわかんないから、あそこは大事だと。やったら、大事だと思いました。はい、あ, <laughs> ありがとうございます。はい。あの、さ、体験場でもね、あそこは部分とかありましたけど、ぜひ皆さんにもね、やっていただきたいなと思います。はい、さあ、そして、次に、行きましょう。ええー、カナリアさんより。 伝統的な人気タイトルを抱えている上で新規にオリジナルタイトルを制作するにあたり緊張感はありましたかとまあまあ確かにね F がつくものだったり D がつくものだったりとか <laughs> 俗に言うキラーコンテンツというものがスクエニックスにはありますけれども、うん、でも新規 IP ってなきゃダメですよね <laughs> そうですね、うん、あのー、まあ、お答えすると緊張感はもう めちゃくちゃあります、ね、それありますよね。はい。ベネフィット出さなきゃいけないから。<laughs> そ,そうですね。<laughs> はい。そうですね。<laughs> であのまあ私が山本も所属しているそのまあ朝のチーム、朝の、はい、さんが人にあの作品出してるんですけど、はい、やっぱり会社のミッションとしてまあし新規の新しい作品を作っていくっていうのがあって、うん、その一プロジェクトとしてあのオフトパスラベルで高評価た HDD を使った新しい作品っていうので、うん、今回立ち上げて作らしてあの,あのその。 役割をやらせてもらうことになったので、うん、まあ緊張感はありましたね、うん、あの恥ずかしくないものにしなきゃいけないっていうのはずっと思って、あのー、で僕もあの新規のタクティクス RPG を作った経験はないので、はい、すいませんそこは未熟ながらというかう勉強しながら、はいあのー、やらせていただきましたね、はい、でもななんだブレイブリー・デフォルトもそうだしオクトパス・トラベラーもそうですけど。 このね、あの「トライアングル・ストロジージ」もそうなんですけど大急ぎで僕やらなくてもいいと思ってて後付けでやった人がすげえ多かったんですが特にあのオフトバス・トラベラーなんか特にそうだったと思うんですけど俺の前ではそうだったんですよあどあれどうやら面白いらしいぞみたいなので <laughs> 最初はやっぱ絵柄とかが今のド派手なね 3D グラフィックの映画みたいなゲームとはちょっと違うちょっとノスタルジックというか懐かしい雰囲気があって。 それに対してなんかまあまあまあで一回置いとこうみたいなノリの人が多かったけどあれどうやら面白いらしいぞって噂を聞いて結構やった人が多かったんですけど俺今回もそれ多い気がするんですよね。タクティクス RPG 好きだった人たちは食いついてるけども、まあ、やっぱ結構出てないし時期間もあったから。うん そこで知らない人たちも当然いて、ね、やってる人たちの話を聞いてどうやら面白いらしいのでまた長いことをやる人が多いんじゃないかなっていう気気ががすするゲームな気がします、ね、あのその緊張感にもちょっと関わるんですけどやっぱりそのなんか懐かしい新しいというか、うん、そういった部分が HD2D っていう、うん、今回の 3D にドットのグラフィックでっていうのをこのあの新しさあの、うん、ご好評いただいているうかと思ってるんですけど。 あのそれって一方であの年齢層が、まあ、私もそうですし安本さもきっとそうかな、うん、まあスーパーファミコンとかファミコンの世代あの当時のドットを体験した人間からあれが好きなすよ <laughs> で大人になって時間もなくなってあ,あの雰囲気遊びたい懐かしい,はい、はい、でも新しいみたいなのがいいんですけどやっぱりその思い出というか、はい、素敵な美しい思い出想像で補っていっぱい自分の中にあるなんでしょうね素敵な思い出っていうのとに向けて。 あの届けないといけないっていうのがあのとても大変だったというかしかもニューの要素も入れなきゃいけないし、うん、そ,うそうですね タクティクス RPG は僕は、ね、いろんなのやってきたけど今回のもやっぱアンジュレーション僕高さをうまく使うの好きなんですけど飛び道具が上から打つとより強いとかああいうのとかが俺これ面白いとか <laughs> やっぱ今までなかったのとかのちょほんとちょっとしたものなのかもしれないけど<う>でもそのスパイスが僕はすごい楽しくてうん、うん、あこんなやり方とかなるほどと思ってみたりとか。 あの全然新しさもいっぱいあったし僕は楽しめたのでぜひ皆さんにも遊んでいただきたいなと思うわけでございますがさあお話は尽きないですが最後の質問でございますまずはじゃあ新井さんにお伺いしたいと思いますが新井さんんはこれからど本作はあの繰り返し大人が本当に楽しめるお話をというもので、はい、あのテーマコンセプトに掲げて作ってきたんですけど、うん、多くのお客様に遊んでいただいて楽しんでいただけてるなと思っていて。 今、まあ、作初めてこういった作品をやらせてもらったんですけど手応えを感じてまして次にどういったものを作,る作りたいか作るべきかでいうと、まあ、これ当社の企業理念になるんですけどあの最高の物語を提供することで世界中の人々の幸福に貢献するというのが、うん、あのございまして、まあ、本当にこれあの社員としていい理念だなというふうに思ってまして作品を作って物語体験を。 今回ゲームとして遊んで頂い,いて喜んで頂けたっていうのがあの本当に我々のやる,やるべきことというか作るべき作品なんだろうなっていうのを、はい、あの感じさせていただけたので、はい、次も今後もこんな作品作れるように、はい、頑張っていけたらなというふうふに思ってます、はいありがとうございますまあ勇気がなきゃね新しいものなんて当然作れないしそれに対して GO ができる会社っていうのも素敵だと思いますけどそれが一個の結果として今回僕はうまくいったところもあると思うんで。 ぜひこういった作品をまたこれから作っていただきたいなとしでございますさあそして山本さん山本さんにとってゲームのシナリオ制作の魅力、こちら、ちょっとお伺いしてみたいなと思いいますすはいえー、とそうですねゲームのシナリオ、ちょっと特殊なところがありまして、小説なんかとは違って、やっぱり、えー、プレイヤーの介入する、えー、プレイヤーさんがその操作することによって生まれる面白さ、はい、こちらが、えー、一方的に伝えるんじゃなくて、えーと さんが取っていく面白さみたいなものっていうのは他のメディアにはない特殊な面白さだと思っていますのでやっぱりそういう新しいそういうまた今回も選択とか新しい要素があったんですけどもそういう新たな体験を作るための仕様とかそういうものに必要とされるシナリオというものを模索しながら新しい世界とか物語を作っていけたらいいなと思っています。 ございます。というわけでございます。今回はトライアングルストラテジーのプロデューサーの新井さん、そしてシナリオの山本さんにお話をお伺いいたしました。本当に二人ともありがとうございました。ありがとうございました。